こんにちは、のり太郎です。近頃宮崎県、神奈川県と大きな地震が相次ぎ、気象庁からは南海トラフ臨時情報などが発表されており、なんだか緊張感が高まっておりますが、日本人がパリオリンピックで目くらましを受けている中、その裏で我らが岸田首相が着々と憲法改正で緊急事態条項を盛り込むと堂々と宣言しており、ますます国民の権利を奪おうと必死になっております。いろいろなものが強制になる日も近そうですね。かたやそれと連動しているのか分かりませんが、スーパーではお米が品薄で買えない状態が続いているなど、なかなか緊張感が高まっている今日この頃ですが、経済としては先日の日経平均株価の歴史的な大暴落と歴史的な急騰ということで、新NISAを1月に始めた方は完全にカモになってしまったのではないでしょうか。そんな中、アメリカ経済も短期金利と長期金利の逆イールドが一時解消するなど、世界経済の同時リセッションの懸念もかなり高まってきております。そんな中、現物資産の超安全資産であるアンティークコインに一部の資金は流入しつつありますが、まだまだ全然国民の皆様はことの重大さに気づいていないようです。アンティークコインへの本格的な資金流入というのは、経済がメタメタになって痛い目を見てからになるのかと思っておりますが、それでも少ないんじゃないかなと思います。というのは、今回そんな中、私の動画をご覧になっていらっしゃるコイン投資家やコインコレクターの方々へのタイへの一時避難なども検討されてはいかがでしょうかというご紹介の前置きでして、これは私が儲け話とかではなく、タイのシラチャという都市にあるキーンというサービス付き高層タワーコンドミニアムで、日本人向けにタイ日村、タイと日本の日でタイ日とかけてるんですが、タイ日村というのを掲げて、日本人を一人でも救いたいと活動されておりますタイ日村村長のマッサンという方が、ぜひ私の動画をご覧になっている皆さんと、何かあった場合にはこのキーンで一緒に一時避難場所としてどうかということで、こちらのマッサンも私と同様にご自身の儲けというわけでもなく、コインをしている皆様の救いの一助となればということで活動されておりまして、今回タイのシラチャからこちらのコンドミニアムのご紹介動画をいただきましたので、そちらをご紹介させていただきます。それではマッサン村長、お願いします。のり太郎チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今タイ日村というのをここのタイで作っています。シラジャという町で非常に住みやすい、日本人には住みやすいそういう村、タイ日村というのをしております。そしてここに映っているコンドミニアムですね、キーンといいます。特別なコンドサービスアパートメント、日本にはないシステムのコンドミニアムで生活できるよう、いろいろミスター T 氏と計画してますので、どうぞタイに来て、いろいろ体験、エスケープのことも考えてみてください。よろしくお願いします。ということで、この巨大な森ビルみたいなのがコンドミニアムのキーンになります。続いて建物内部もご紹介いただいておりますので、そちらも見てみましょう。マッサン村長、お願いします。のり太郎チャンネルをご覧の皆様、今からキーンというコンドミニアムのサービスアパートメントというのを紹介いたします。キーンはこういうふうに38階建ての高層ビルで、そしてサービスアパートメントというシステムで、洗濯、そして掃除、シーツの交換、そういうのが週必ずやってくれているようなサービスアパートメントでございます。そしてのり太郎チャンネル、我々タイ日村エスケープするための35階というトゥールームベッドルーム、それを用意しています。
ということで途中なんですが、こちらの体験ツアーを、まあ、8月も実施してるんですが、まあ、こちらも締め切っておりまして、第2弾が9月の24日から実施されますので、詳しくは概要欄に貼っておきますので、ご興味のある方は公式 LINE でご相談ください。ということで、見るからに高そうで私には関係ないなぁとお思いの方も多いと思いますが、タイは物価がまだ安く、東京23区内のワンルームマンションぐらいの値段で借りることができると、お聞きになったらいかがでしょうか。その値段でこの次の内容がまた結構衝撃的ですので、ぜひ続きをご覧ください。こうやって、コンシェルジェもちゃんと完備して、全てのサービスをここで提供しています。それからセキュリティですが、セキュリティも盤石で、こういうオープンのコロックによってオープンできるようになっています。はい、そしてですね、エレベーターですね。エレベーターもこういうセキュリティでキーカードで、やります。8階はこういうフィットネスのこういうヨガルームですね。いろんなことで、やってますね。ヨガルームでそういう体式のレスリング、そしてこういうフィットネスジムですね。それからこのようなミーティングナイトポイントですね、それができるようになっています。こういう筋トレジムも完備しております。ここは茶室ですね。日本式の座敷の間、畳の部屋ですね。そういうのがちゃんとあって、お茶を楽しめるようにもなっています。会議室、ミーティングルームですね、 Wi-Fi も完備して、こういうふうにミーティングルームできるようになっています。シアタールームは今使用中ですね。そしてゴルフシミュレーター、ゴルフのシミュレートができる、ゴルフシミュレーターですね。はい、こういうのがちゃんと完備しています。ここが足というかガーデンですね。そして38階になります。38階は温泉です。温泉はこういう感じで、今昼ですから誰もいませんが、こういうふうに、更衣室とか、OK、ちょっと take a little bit taking a picture、 こういうふうな感じで温泉、そしてサウナがあります。キーンならではのサービス、フルサービスですね。こうやって掃除をしてくれてます。そして、何よりものり太郎チャンネルの皆さんが喜ぶかと思われる、これがプールです。これがプールですね。すごい25メーターぐらいあるプールですけど、こうやって先ほどの白茶の公園パークから一望できるプール、そして子供用のプールも見えて、白茶の街が全部一望できる、そういう感じになっています。そして、ここは子供たちの遊び場ですね。そういうキッズルームも完備しています。ということで、なんとご覧のサービスが全て込みで、月額が都内のワンルームマンション並みという素晴らしいコンドミニアムになります。ただ急にタイって言われても不安という方も多いのではないかと思いますが、タイのシラチャという都市は世界的に最も日本人の人口密度が高い都市と言われるぐらい日本人が多い都市になります。そして近くには買い物などに便利なデパートとか日本のイオンなどもあり、治安もかなり良いところだそうです。まあ、近くのデパートの映像もいただいておりますので、そちらもマッサン村長お願いいたします。今タイのシラチャというところに来ています。シラチャでは、こういう宝飾船のお店、そして、ゴールドがこのようにいろいろな形で、ブリックスに入っている ところのゴールドのお店が一般的になっています。ここはトップスという スーパーですね。そこにもシラチャの金のすぐ前ですね、ここが有名なセイコーというゴールドの店ですね。ゴールドは今290バーツ、金はもうこういうふうに売り切れています。 OK ということで、
タイではこのように金を買うこともでき、日本と違って消費税もないということで、なかなか面白いことができるんじゃないかなと思います。そしてこの部屋の中もこのようにかなり洗練されておりまして、家具も完備で毎週お掃除に入ってもらえるという日本では考えられない感じのコンドミニアムになっています。まあ、これを法人で契約すればタイの事務所として経費にすることもできますし、まあ、お掃除付きなので自分が使っていないときは知人に貸したりとか、まあ、人に貸したりといういろいろ使うことができます。ということでこのようにすごいところなんですが、マッサン村長は現在現地の方と太いパイプがありまして、試しに泊めてほしいという、まあ、先ほどのツアーや実際に住みたいという方向けに賃貸物件契約代行やビザの取得のお手伝い、あとは銀行口座開設のお手伝いまでしていただけるということなので、まあ、ふわっと良いなと 思われた方も、まあ、ぜひ行きたいという方も、話を聞いてみたいという方は私の公式 LINE までご連絡お待ちしております。ということで今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつも動画をご覧くださっている皆様、いつもありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン、ご視聴ありがとうございました。